はい、ブレイブリーデフォルトフォーザシークエル実況プレイパード53やっていきたいと思います。さあ、クリスタル解放の旅を最初からやり直すことになりました。で、そんな中でですね、これまでティズたちが倒してきた、連中が復活したというかね、まあ、そもそも時間が巻き戻ってるんだから当然なんですけども、そういった連中との、再戦イベントを攻略していこうと思います。これがまたいい稼ぎになるんだ。まあ、でもここあれか。上の階まで登らないといけないのか。イデアの魔法剣ちょっと鍛えようと思って魔法戦士にしました。こいつらではお話になりませんな。せめてね、魔法剣レベル5まで上げて3属性のね、技は使えるようにしておきたいなと思います。あれ意外と強い。そこそこ他のやっぱ場所に出てくる連中もパワーアップしてるんですね。だからこうしてあちこち探索してるだけでも結構な稼ぎになってるっていうことだよね。この宝箱とかもいずれな開けられるようにしていかないと。よし、行こう。アルジェント・ハインケル。裏切り者がのこのこと足を運んできたか。一緒にいるのが何者かは知らんが、今すぐ態度を改めろ。イデア、好むと好まざるとに関わらず、貴様は元帥閣下の娘であり、皇国では少なからず影響力を持つのだ。貴様のわがままが場合によっては国を滅ぼす。そんな立場に自分がいるのだとわきまえよ。あの人は私が風の巫女だと気づいていないようです。王様もさらわれていない。どうして？イデア、皇国に反旗を翻せばどうなるかわからぬ貴様ではあるまい。よく考えろ。そこにいる連中とつるんでならず者として生きていくつもりか。ならず者なんかじゃないよ。みんな私の仲間なんだから。それに私は皇国の空挺騎士団のやり方についていけなくて、それで世界中を旅して自分の目で全部見てきて、お父様とも話して白黒つけた。でもあれは全部夢なの。何をわけのわからんことを言っている。
言い逃れをしようとするその根性実に不愉快だ。貴様に騎士道精神とは何たるかを叩き込んでやる。よし。お父上は貴様を一人前だと判断した。だからこそ我が空対騎士団に配属したのだ。そのお父上の顔に泥を塗るとは恥を知れ。あって、まず周りの連中が邪魔だな。こいつこそ魔法剣の方が良かった。かばう。生き抜けのダチン面白い。僕直そう。ケアララでも結構回復するね。いいね。おいそうな。踏み込んでくれてるおかげでダメージ与えやすいな。よっしゃ。
俺の剣が叶わんのか。お、いいね。こいつ雑魚戦、雑魚もね、一緒にいたから経験値お金までもらった。ワールドスロー、メメントモリ、生命保存族。だってか別にあれだ、白魔導士やれなかったじゃん。もう原神か申し訳ありません。あなたのご息上止められず。よし、まあこれ弱点持ってたからね、やりやすかったわ。あ、じゃあ次行きましょう。アナゼル D だ。ではどうし、アビリティはこっちに白魔導士、あ、白魔法をつけよう。これだ。戦闘不能時に味方の戦闘不能回復、これはこれで強いな。で、今覚えたのがワールドスロー、2ターンに1回敵味方の BP が1下がると。使い方によっては強いかもしれないけどね。次に行きましょう。ラクリカへ。どっちだっけな。強い。
めっちゃ切るな。オッケー、だいぶ強くなったな。あ、倒してない。魔法剣レベル5、これでとりあえず満足。入ってきやがった。喉が渇きやがる。イラつくせ。このイライラはてめえらのせいだぞ、クソどもが。こうなったら生かして返さねえ。自分から罠にかかったネズミは捕食されるだけ。そうだろ？あなたが何を苦しんでいるのかは知っています。ですから、これ以上愚かな真似はやめてください。ああ、なんだよこのブスが。俺の何を知ってるって言うんだよクソ。あなたは紹介からの指示を受けてオアシスに水を汲みに来る人たちを襲っている。マヌマとボリトリー紹介が利益を得るため。そんなあまりにも利己的な理由によってです。なんだと。なんだよてめえら。イラつくぜクソ。頭が割れそうだ。証拠だ。俺がやってるっていう証拠を見せてみろ。証拠ならほら。なんだこりゃ。なんでてめえらがこんなもん持ってんだよ。クソ、気味が悪いな。もう渇きも限界だ。てめえら、俺から何もかも奪うつもりでここまで来たんだろ。偽善って剣を振るってよ。極悪人である俺が持つ全てを容赦なく奪っていくんだっち。俺のクソ親はひたすら奪われるだけのクソだった。挙句の果てに俺を捨てて去っていった。まだガキだった俺はな、一人砂漠に残された。こんな俺を引き取ってくれる仇の連中もいたさ。だがそいつらも所詮は偽善の仮面をかぶったクソどもだった。ガキだった俺を利用することしか頭になかった。使えねえと分かると厄介払いでたらい回しさ。最後に俺を救ってくれたのは誰だと思う？盗賊って呼ばれる連中さ。けっ、皮肉だろ。奪う側がよ、俺を助けるなんてな。だが、その人たちに俺は教わったのさ。生きるため、奪われる前に奪えってな。だから俺は奪う側を譲らねえ。てめえらみてえな偽善者どもには、絶対にな。さて。ジャッカル。あれ？お前もいたの？俺の出番か。おお、先生！
ありがてえ。金は分かっているな。もちろんさ。じゃあやりましょう。まあ、こいつも多分物理だろうからな。さすがに行動が早いな。どうしよう。まだ待つか。クイックだけかけとこうかな。邪魔をしないで。めっちゃ殴るね。そろそろ潮時だな。俺は引かせてもらう。なんだと？先生、どういうことだ？金の切れ目が縁の切れ目とでも言っておこう。ち、あんたも俺を置き去りにするんだな！やはり？これもいらねえか。これでいいや。ぶっ飛ばしてやる。強い。最後に。
一目会いたかったぜ。おやじゃねえ、親分に。よし、やっと覚えた。悪い人をやっつけたはずなのに、なんでかな。やるせない気持ちになったよ。でも、それでも悪事をしてもいい理由にはならないよ。よし、あとティスは忍者を極める。じゃあとりあえず今回はここまでにしておきましょう。いやー、これでだいぶ一気にねジョブを強化することができますね。まあ、なんとなくちょっとねイデアのジョブはまだ納得いってないところもあるんですけど、まあとりあえずね、引き続き復活したっていうか、今までのねアスタリクス所持者たちと再戦、頑張っていきたいと思います。はい。では、ブレイブリーデフォルト4ザシークエル実況プレイのパート53、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見ていけるなー。